はい、モンスターストライクの時間でございます。皆さんこんにちは。というわけで今回もやっていきましょう、私が FB37 です。キックマーク2です。ヤルマウントです。ヤルです。はい、今回はですね、はい、見てください、このサンハゲーズこのサンハゲーズで、チームデスマッチどういうこと？チームデスマッチ？漫画とかにそういう3兄弟いるよね。いるね。はい、今回はですね、新ガチャキッチンヒーローズ、はい、来てますんで、今回もね、こっちの方やっていきましょう。3月26日ってことは、ですね、これがアップされてくるのは多分また終わってますなるほどね。まあまあ、こういうガチャがあったってことを皆さんの心の中に刻んでください。心に少しでも傷つく。はい、そうですね。じゃあ今回もですね、50連やっていきましょう。じゃあ僕はまず10連やります。はい、なるほどね。すごい軽い感じ。はい、引っ張る。これ多分もうない、ね、もうないですね、はい、もうなるほどね。いやいやこれストライクショットって言えば多分いきますけども、この時点で早くやれや。はい、ないです最近ほんとね、確定化ストライクショット出ないと出てこねえんだよな、新キャラ。その総期間うわハゲハゲうわあれもう全然ダメ。あれ今回だっているでしょ、こちらも。こちらいないよ。え、本当に。あれこいつ何、こいつはね、生クリームじゃない。生クリームショコラだ。あれこいつ今回の。そうだね、そうだね。やった、出た。おー、出た。星音いないんだね。星音いないよ。じゃあ、次行きますぜ。わかりました。じゃあ俺もキッチンヒーローズで。はい。いや、そうでしょう。もう簡単に出ちゃったな。あのせ、あの…いやいや、俺本音で言うと光と闇やりたいからね。あの正直にあんま今回強いくないんでしょ。そう。微妙なんでしょ。うん、俺それだったらクレオパトラ狙いたいもん。でも光闇の方がやりたいもん。てかそもそもね、あのコメント欄でもありましたけど、うん、お、ちょっとこれ見ましょうか。おーっと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 、まずいぞ、まずいまずい。えぇ、いや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 、 MSSP さ、もうガチャ引く必要あんのっていうコメントあったけど、ぶっちゃけね、ないのよ。それ聞いちゃう。現時点はないけども、必要かどうかで言ったら必要じゃないよ。そう、でもね、俺はね、ガチャしたいんだよ。まあキャラ欲しいわな。あとね、テンション上がるんだよ。そうそう、ガチャしたいの。どうでもいい。持ってないキャラ欲しいです。俺も仕方ないからキッチンヒーローズやるか。もうね、あの変な倫理観とかいらない。そういうことはどうでもいい。どうでもいいよ。どうでもいい。必要か必要じゃないかじゃない。理由じゃなくてガチャやりたいだけだから。そうそうそう。なあ、ダメだな。病気で。特によく分かってないわ。病気。ほっと、キッチンヒーローズのキャラの詳細も見ずにやってるからね、うん、確かに、うん、なんかどうせあれでしょ、あの黒胡椒みたいなの出るでしょ。あっ、おこれ熱いんじゃない。うわうわ、え、何。なになに、はい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 、なになに、見せて見せて、はいはいはい、あ、今回の多分当たりじゃないかな。あ、そうなんだ、うん、誰、ナチョス。違うね、どう考えた。おぉ、そいつ何、そいつ 何どこ行った。それナチョスよ、もしかして。ナチョス、いえー、これ違う、進化後で出てきた。あ、ピッツァ、ピッツァ。お、ピッツァじゃん。ピザ野郎がいいんだ今回。ピザ野郎、マジかよ。身も毛が減りの力、あ、毛が減りか。おお、しかも進化後で出てきた。へぇ、だったらいい。そうなんだ、ピザ野郎がいいんだね。ピザ野郎欲しいわ俺、ピザのだけに。じゃあ、行きますよ僕。あ、お、これいいぞ。でもナチョス出たらね、もしかしたら新キャラ揃うってことがあり得る。あり得る。ナチョスね。出しとけ。え、今まで一回もないよね、新キャラ全部揃ったこと。あー、コンピューターあったっけ。あったっけ、あんま覚えてない。結構やってるからね。ここ半年ないけどね、そういうことは。さあ、よよよ。さあ、これはと…あ、あ、来た来た来た。どうだ、誰誰誰。ショコラー。まだチャンスある。まだチャンスあるぞ。一人じゃもう全部出せ。もう一回ぐらい。ゼウス。ゼウスは懐かしい。久々だな。ゼウスって。ゼウスって。そいつはもうすでに忘れられた存在だぞ。何がゼウスだよ。昔はこいつみたいな神みたいな感じだったんよ。そうやね。そいつ未だに修正されないからな。ダブルアビリティにしてあげろよそろそろ。ゼウス何体何種類いるんだよあいつ。よし、じゃあ僕。いっちゃいますか、最後の10連。ここでニャチョスを、ニャチョスをパキッと出しておこう。わかりました、パキッといこう。わかりました、じゃあいきます。
ライジングマルゲリータ、さっきでもパスってやって結構いったコンセプトがすごいよ、ね、うん、ワーンって感じですか。ワーン、今回でもストライクショットとか何も言わねえな。言わないね。早めに止まってくれると嬉しいんだが、あ、これあかんわ。あい、星5も出ない、まあ、それなりに出たんでいいでしょ。なんか気にすんな、最後がこれだとしまんねえな。じゃあ光闇でもやっちゃうよ。結構光闇やりたかでやっていいよ。なんで。まあ、じゃあやるか。本当に。なんでなんでお前にせかされなきゃいけない。いいけどさ、じゃあこれでいいキャラ出して勝ちと終わろう。でもクレオパトラだけだからね。関係ないからね。一体キャラだよ。一点狙いは厳しいね。クレオパトラマジで出ねえからな。あとはもうクレオパトラだけでいい。さあ止まれば熱いが。頼む頼む頼む。まあね。わお。まあ、金よこせ。流れ最悪だ。お前が俺にやらせたの。はい、というわけで今回ショコラ2体と、ピッツァが進化後で出ましたから、なんと素晴らしい。はい、ね、そうだね。いや、ガチャって本当面白いですね。そうかな。というわけで今回はこんな感じで。はい、じゃあ全世界のみんな、バーイ。さあ始まりました MSP リーグ第1回戦、ピッチャーアルマホット、そしてバッターエオエオ、さあキャッチャーはキックマックスになっております。審判は私エコーさん。これはダイナミックコールド、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 お前ダイナミックコールドだ、ほらほらダイナミックコールドだぞ、ほらほらこの野郎ダイナミックコールドだ、ダイナミックコールドだ、ダイナミックコールドだ。我々 MSP はチャンネルを持っておりまして、はい、YouTube の登録の方はこちらの方から、はい、こちらで、ニコニコの方はこちら、こちらで、よろしくお願いします。スマホからご覧の方は下の方からよろしくお願いします。下です。イエーイ。